これはあの食の地産地消にもつながることでありますけれども、まさにです、ね、中央集権型の日本の社会の仕組みを大きく変えていく、いわば一歩を踏み出していくというのが、これが実はあの原発をです、ね、なくしていく方向へ向けてのこのエネルギー構造の転換でもあると、そうした思いであの革新的エネルギー環境戦略を作らせていただきました。まあ、これについてはあの、原発を推進をしている人たちからは当然大変批判を受けましたし、 またあのすぐもうやめろという方々もこういう方々からもご批判もいただきましたがしかしやはりここはですね大きな日本社会のあり方価値観そのものをやっぱり大きく変えていくとそれはやっぱり一朝一夕にはいかないことだと思うんですしかしその道をですね踏み出したとあの野田総理も当時ですねあの革新的エネルギー環境戦略を決めた時にいわばこの大きなエネルギー政策の転換というのは これは大きな巨大な船がか舵を切って方向転換をするようなものなのですぐにはこれは変われないんですという話もされましたけれどもまさにいろいろ革新的エネルギー環境戦略矛盾があるというふうに言われましたあのその通りですしかしそれは裏返せばですね今までのエネルギー政策や原子力政策そのものにやっぱり矛盾があって それが矛盾が矛盾でないように見えてたというところがです、ね、問題だった、そのことをまず矛盾があるということを確認をした上で、その矛盾を解いていくためにどうしたらいいかということをやっぱり一つ一つ行っていくことが今、大事なことではないかということで,です、ね、まとめさせていただいたのが、革新的な環境戦略なんです反知性主義みたいなのが広がるわけです、だから今、知識人という名前を持っている人たちはほとんどあの影響力を失いできて、まっとうな言論が成り立たない。 そうすると小泉方の劇場政治安倍さんもだから「3本の矢」とかスローガンだけ言って何でそうなるか説明できないです。で気が付いてみると無制限の金融緩和が無期限に変わってて、うん、無期限だったら1999年からずっと無期限じゃねえかやってるぞとか <laughs> あの10年間200兆円つってたのがいつの間にかあのえー 移動的財政政策とかいうのになってしまって言葉だけが上滑っていて論理的な膜落がほとんどないないから意味があるんですつまり劇場型気分を良くして全ての人が乗っかれるあの楽しいお話を作るということが政治の全てになってるだから政治家が育たなくなっちゃう真っ当な政策を立てる必要がないパフォーマンス が上手であればいいそうすると効果がないとすぐ政権を使い捨てにするこれが続くわけです、うん、おそらく安全投資をするゆとりはありませんしたがって原発を動かすとしたら安全投資をしないだから原子力規制委員会は新しい安全基準というものをちょっとこの事故原因も究明しないのにどんどん基準ができるのは不思議なんですけど自信はなかったことにしてだいたい原子力学会が出してる。 原発あのの事故,事故の最中もずっとデータは取れてたんだとこう言ってお前2ヶ月間メルトダウンしてから2ヶ月後に出してくるデータ誰が信用できるんだもう学者がもうクズになっちゃってるからインチキ極まりなくてそんなことはもうデータの改ざんをあの保安員と、まあ、僕は不安員と呼んでますけど不安員と 電力会社が一緒に作ってきた経歴があってこんな数字に基づいて地震の影響はないなんて言われても誰も信用できないわけですよね。とその受け身で付加価値の低い仕事じゃなくて主体的で継続自分たちの意思で作ることができる付加価値の高い仕事をが必要だから自分たちで仕事を作っていく姿ですね。だから産業という非常に大きな話のもっとミクロに見ていくと自分たちが仕事を作れるチャンスなんですよ。でこの半年間で 去年の7月1日に固定価格買取制度が入って、これは他の計算局が発表してなくて、唯一中国計算局だけが発表した数字で、この半年間に自然エネルギー事業者が中国地方で何社生まれたかと、中国地方だけですよ、多分日本経済の30分の1ぐらいしかないと思います。10社、100社と思う人。100社 1> 1万社という、いや、そんない,いない、いや、単に手を挙げてもらおうと思うだけですど、<laughs> 実は3000社なんですね、この半年間で3000社のエネルギー、自然エネルギー事業者が中国地方だけで生まれたんです。